次、ザ・ラスト・バスティオンでいいのかな、クレジットは結構低いですね、これ 1.31%。 いやこれは難しいと思います。頑張ります。ザ・ラスト・バスティオン、お、マリオちゃん、お、足速いね、青い子は。青い子はちょっと速いんだね。いいぞ、マリオ U は、このクルッがあるからね、幅も広がる。よいしょ。で、これはちょっと当たらないように、キノコを取りつつ、カメちゃんがいる。カメちゃん、あぶねえ。カメちゃんがそこにいるってことは、どういうことなんだ？とりあえずバネを持って、で、こっち側で、一応持っていこう。で、怖いな。あ、そういうこと？落ちてくる感じ？で、あいつ、相打ちさせて、よいしょ。さあ、ワンナップキノコ。多分上の扉に行けば、ワンナップキノコが手に。危ない。で、ファイヤーがあるから通る。よいしょ。あ、これはもしかしてランか。くそ、なんて邪魔くさいノコギリなんだ。まずいぞ、これは。これまずいね。まずいけど、大丈夫、大丈夫。ちょ、いかっちゃん、いかっちゃん。え、これどうやっていけばいいんだろう。 B スイッチが必要とか、そういうこと。この状態でいって、ほっ、ナイス、完璧すぎる、素晴らしい。これは踏んでいく感じかな。いや、でも結構きついね、踏んでいくの。いや、無理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 だよね、当たっちゃうよね。しまって、なんで落ちちゃったんだろう。今の利用していけばよかったのに。さあ、難しいな、これは。これは、あ、くそ、いけるなと思った。ちょっと、あ、右側にいれば出てこないんじゃない、これ。なんか出てくるか。で、どこまで出るかな、これが。そこで落ちちゃうのか、それきついな。よく見ると奥の方に骸骨があるんだ。あれになんとか、もうこれ無傷でいくのは無理かもしれない。だったら、お、お、よし、あー、しまった、くそ、待って、よし、危ない、あー、しょ、ナイスナイス。で、キノコか、どけ、キノコあったからもっと無茶してもよかったかもしれない。ここ怖いな、ここ、あー、当たっちゃうか、くそ、今のボミさん微妙に難しいんだよね、あれが。分かりにくい、伝えにくい。あ、そういうことですか。うわー、そっちから出てくるんだ、危な。なるほどね、このさ、魔法を使ってこの壁を壊すかなと思ったけど、そういうわけじゃないんだ。なるほどね、このカメちゃんを使えと。テレーさんも来たんだけど、あ、来たんじゃなくてこいつが生み出したのか。くそ、くそ、あー、もう、すぐ蹴る、オッケー。で、倒して、ナイス。で、こっちが行くと、素晴らしいぞ。キノコ欲しいぞ、そろそろ。ちくわブロックが人に見える、あれは気になりますね。あれ何なんでしょう。うわ、早いな、カロンちゃん。あー、くそ、下に地面はあるから、はあ、どうなんだろう、 いけそう。ああ、でもやっぱりダメなのか。一回降りちゃうとダメって感じ。なんか下の方にもなんかすげえ難しそうなの見えるしね。これはかなりきついんじゃないか。で、このための復活用のちくわブロックってことか。戻ってきた。そっか、往復するのね。このカロンちゃん倒しときたいな。オッケー、倒しといて、待って、よし、オッケー、乗れた、乗った、また、うん、オッケー、ナイス、素晴らしい。で、ナイス、キノコ、ここでのキノコは、あー、キノコ取りたかったな、すごい、取りたかったよ、取れたよ、よし、あー、くそ、取れたのに、一瞬の油断が。この右にあるハテナは絶対これ、キノコでしょ、知ってる、え、キノコちゃん、よいしょ、出てこい、ナイス、ナイス、素晴らしい。あ、なんか、新しい、もう敵が出てきて、もうそっちに切り取られて、もうやからって。まあ、お、行っちゃいます。さあ、ここにはどんな、お前か、お前はきついな。一回落とさせて、よいしょ。で、そのまま通りすが、戻ってくるのか、くそー、跳ね返りは考えていなかった。さあ、まずいね、キノコがない。橋があって、タイホール、いるわ、たくさん、もう、怖い怖い怖い、もう行っちゃう、行っちゃって、よいしょ、ナイス。で、行くとワンちゃんがいるよ、後ろからも上、それ無理、避けられるわけがない。うわ、クリちゃんでも脅威に感じるわ。うわ、爆発しないでお願い。よし、で、どっちだ、左上か、こっちも行ける。あそこにキノコがあるのか。キノコのために危険を犯すか。いや、でもこの先のことを考えると、キノコは欲しい、キノコは取っておきたいね。いいぞ、よし、立派なキノコがすでにあるんですけれど、続いていけば、よし、カロン、よし、OK、よし、大丈夫、大丈夫、集中、あー、嘘、集中すれば大丈夫です。短いほど長いほど調子の正しいかな。時間の進み、下にも来てたわ、あの子、あー、嘘、モグラにはそのとこが出てこないで、踏めねえし、ちょっとまずい、この位置はまずい、この位置はまずい、早く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 、よし、オッケー、これで、キノコ、そろそろキノコ、もうキノコがいくらあっても足りないよ、あと30本ぐらいください、お願いします、ストックが欲しいわ。よし、で、
そろそろゴールでいいんじゃないですか。うわあ、びっくりした、びっくりした、びっくりしちゃったよ。ちょっと待って、このキノコは取らないで、取らないでおきたかったけど、あ、永久に出てくる感じなのね。よいよいよ、よし、これちょっと壊してもらってって感じか。よいしょ、オッケー。ちょっと待って、危ねえ危ねえ、ギリギリで、よいしょ、ゴム兵ちゃんが上から降ってくるの地味に痛いな。よいしょ、避けるのが大変で、キノコが出てくるからすごい良心的ではあるが、ナイス、壊しいいよ、それどんどん壊していって、よし、ナイス。で、あー、びっくりした、これはどう壊せばいいんだ。上投げられる、ほんとギリギリか、ギリギリで爆発させなきゃいけないって感じか。お、まあ、生と死の狭間でギリギリで特攻してもいいかもしれない。キノコ出てくるわけだから、これで持って、あー、待って、タイミングがだいたいそこら辺で壊れるんですね。ここら辺で壊して、ここです、よし、いいぞ。特攻部隊で、あとキノコを取ったらもう一回ぐらい、これじゃ入れないかな。よいしょ、お、ナイス、いいぞ、特攻部隊、特攻回りよ。なんか上の方にもなんか見えたね。キノコ出てこない、キノコにキノコ、新しいキノコよ。よし、で、置くと、上の、あー、上の方なんかハテナあるね、あれ取りたくなっちゃうわな。これ間に合わない、よし、こっちで、ほっ、いけ、あと1回、ほっ、よし、ナイス、いいぞ。なんだろう、あれファイヤーかな、スターかな。1アップだったらすごい残念なんだけど、大丈夫。このキノコを取って後にちょっとファイヤーになってる説が濃厚。ジャップだった、いらない。いや、もうないよりはマシかな。さあ、これ降ってくる感じでしょ、怖い怖い怖い。ちゃんと避けて、落ち着いて、こう時間は微妙にないぞ。落ち着いて、どこがおるか分かんないからな。これなんだろう、なんか出てくる、あー、すごいの出てきた。予想以上のものが出てきて、てっきり救済措置的なアイテムかと思ってたのに、アップで、あー、もう避けられた。もう一本鶴があれば横移動できる、ジャンプしないといけない鶴なんてひどいよ、ここ長いし。ほ、よし、で、やばい、で、これは取りたい、無理してでも取りたい。いやー、無理しない方がいいかな。ほ、高さ的にはもうほんとギリギリ、よいしょ、ナイス。で、ほ、ナイス、素晴らしすぎる、よかった、取っといて。で、俺の腕を信じればいいんだよ。なんか上でなんだやってる、なんだろう、え、住宅問題、マンションの騒音問題、やめて、そういうの。隣人関係に、隣人関係にひびが入っちゃうもん。あ、よーす、今一番欲しかったヨッシーが。ヨッシーが、いやー、ちょっと長いよ、思ったより。そんな長くしなくてもいい、くそが。よし、ギリギリの線を見極めて。怖い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 、キノコ欲しいな。はい、もうここでお別れなの、早すぎるよ。ファイアバーの上から行けばなんとかってこともなかったわ。あ、でもあれ踏ん張れば行けたんじゃない、もしかしたら。まあ、いっか、俺が生きてれば何の問題もないしね。これ何してんの、どうしたら。狭すぎるって、アメリカ人サイズ、そうだね、仕方ないね。日本に来たアメリカ人みたいなことになってくる。うう、これまずい、危ね、あ、クリボーだった。あー、どうしよう。俺はノコギリ使っていく感じかな。スピンジャンプで上乗れるよね、あれ。あー、そんな気がするな。あ、キノコ降ってきた、どういうことだろう。ちょっと待って、クリボー使ってこっち側行って、これ踏めたっけ。あ、失敗した、普通に失敗しちゃった。あー、くそー、失敗したなー。あー、ま、マジか。ドスンを1個ずつ、まずい。あー、よし、やられる、よし、やられるんだ、2回叩かれると。それは知らなかったぜ。あー、また、最後のクッパ様、クッパ様、これは、よいしょ、これもいっちゃえ、よし、ナイスで、うわー、マジか、倒さなきゃいけないやつだ、これ。これは無理なんじゃないか。あ、でもキノコ降ってくんのか。だったらこれ踏めないよね、クッパ様って。しかも出てくるタイミング遅えのか、めっちゃ遅えやん、あれ、キノコ出てくるまで。これはまずいね、これ非常にまずいですよ、非常にまずいですよ、非常にまずい。やられるわけにはいかない。ヨッシーと2人でなんとか。ダメか、クソ、まだ大丈夫、まだ大丈夫だぞ。ヨッシーがいれば100人力で踏んで、あ、こいつ踏めねえか、まずい、もう足場がなくなってしまったんですけど、どうしましょう、これは。これ積んでるんじゃないですか、大丈夫ですか、怖い。よし、で、蹴って、よいしょ、よいしょ、いいね、いいね、ヨッシーすごい使える、うわ、よいしょ、あー、よし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 、お前だけは、お前だけは戻ってきてくれよ。オッケー、ナイスナイス、踏む、あー、よーし、くそ、ヨッシーいないときついってば。左側の足場を奪われたのは相当でかい。待って、この状態で来られちゃうとすごい困るんです。よし、ナイス、ナイス、キノコ、いいタイミングだ。お、そろそろ死んでくれないですかね。よいしょ、あー、羽生えてるから強いのかな。そう、左側の足場さえなければキノコストックができるのにな、きついな。
右側にはまってくれるようなやつあいつがかなり高いんですけれど、爆発させるとダメージ受けないとか、そういうことある。ペチッて当たってるだけでもダメージ受けてるよね多分。しかしこれ何で当たってないんだろう。こっちくんまずい。あーそれは取っちゃうよ、それは無理ですよ。クッパ様、クッパー、クッパいやー時間がかかりましたね、これはなかなか時間かかりましたけれど、やっとクリアできます。しかしこれどうクリアしていくのかな。こっちまでちゃんとおびき寄せてから踏むというパターン、マリオになっちゃったから楽かな。これで死んじゃうとかいうのはちょっと嫌なんだよな。キノコしてくるからまあ大丈夫かな。よほどのことがなければ死ぬこともないだろうし、完全にフラグなんだけど。これヨッシーにちょっと走っててもらおうかね。ずっと頑張ってダイエットエクササイズしてもらって、でその間に俺はどんどん壊していくと。でこれ結構壊すの時間かかるぞね。結構長丁場になるけど、ここまで来ればヨッシーも使いやすくなるんじゃないかな。ヨッシーよいしょ、どけで、ここら辺で踏んでいくと。あでも逆にもうジャンプしなきゃいけないから落とした方がいいか。よしヨッシーちょっとここに、そこにいて、そこにいて、走らせようかね。ただ降りるのもあれなんで、ちょっと走らせてランニングしてシェイプアップさせた状態で、これ持った状態でよし上の方剥がして、よしオッケー、これでいけるぞ。ここで死んだらもう、やダメだよ、死んだらダメだよ。オッケー、キノコ取って大きい迷子で行こうぜ。よしヨッシーのおかげでなんとか行くことができたよ。いやー長い道のりでしたね本当に。よいしょ、え119秒か、ちょっと時間ねえな。よしオッケー、じゃあねヨッシーよーしありがとう、ヨッシーのおかげでゴールすることができたよ。ありがとうヨッシー、いいやつだった。いやーすげえ、中間地点ないからめっちゃ大変だった。めっちゃ時間かかった。でも見事クリアすることができました。ありがとうございます。